この動画では、ブレンダーのアドオン、リギファイ、のエラーの対処法、よくある問題の解決法について解説をしていきます。まずは、メタリグと生成したリグのサイズが異なる場合です。この場合は、メタリグのスケールの値が1以外になっていると思います。コントロール A からスケールをアプライしてからリグを再生成すれば直ります。続いて、ジェネレートリグをクリックしたときにエラーが出て、リグが生成されない場合です。エラーの内容を見てみましょう。Can not connect chain, bone position is disjoint と書いてあります。これは、つながっているはずのボーンの位置がずれてますよ、というエラーです。リギファイでは、2つのボーンのテイルとヘッドの位置がぴったり合っていないといけない部分があります。ヒューマンメタリグでは、スパイン .003 のテイルと、スパイン .004 のヘッドの位置が同じでないといけません。片方を選択し、Shift S、カーソルトゥーセレクテッドで、3D カーソルを選択位置に持ってきます。もう片方を選択して Shift S、セレクショントゥーカーソルで位置を合わせましょう。もしくは、スナップをオンにして、スナップトゥーをバーテックスにすると、ボーンの端にスナップすることができます。続いてもリグ生成時のエラーです。最初にコンフリクトと書いてます。異なるリグタイプが競合してますよってことですね。アッパーアーム .L と書いてあるので、そのあたりのリグタイプを見てみましょう。アッパーアーム .L には、リム .arm が指定されています。これは問題ないですね。続くフォアアーム .L を見てみると、ここに別のリグタイプが指定されています。リギファイでは、一つながりのボーンの根元に対してリグタイプを指定します。エディットモードでリンク選択してみると、アッパーアーム .L から3つのボーンが一つながりになっています。この根元にのみリグタイプを指定しないと、リギファイはリグ生成時にエラーを吐きます。ポーズモードでフォアアーム .L のリグタイプを消してリグを生成すると、エラーがなくなりました。続いては、リグ生成後の問題です。手や足の IK コントローラーを動かすと、変な方向に曲がってしまうことがあります。これは、メタリグの位置に問題があります。関節の位置のジョイントは、関節の外側よりに配置します。若干曲がっているように配置することで、IK がどちらに曲がればよいかを判断できます。続いて、指の曲がる方向です。指の四角いコントローラーにスケールをかけると、それぞれの関節で曲がりますが、おかしな方向に曲がることがあります。これもメタリグの位置の問題です。画面のように、ジグザグになっていると、おかしな方向に曲がってしまいます。手の甲側から見てまっすぐになるようにしましょう。オリエンテーションをノーマルにし、ピボットポイントをミディアンポイントにし、S、X、0でまっすぐになります。なお、この指のジョイントも横から見たとき、曲がっているように配置しましょう。続いては、ポーズをアセットに登録する際のエラーです。ポーズをつけて、コントローラーを A で全選択し、I でキーフレームを打ちます。この状態で、Create Pose Asset ボタンで、アセットに登録しようとするとエラーが発生します。文字列は登録できないよう的なこと言ってるようです。N パネルのリグメインプロパティを見てみると、すべての情報にキーフレームが打たれています。IK の親を指定するプロパティなど、
文字列情報はアセットに登録できないようです。なので、一度キーフレームを削除します。キーイング、アクティブキーイングセットに、ロケーション、ローテーション&スケールを指定します。再び I でキーフレームを打つと、それぞれのロケーション、ローテーション、スケール2のみキーフレームが打たれます。この状態でクリエイトポーズアセットをクリックすれば、無事アセットに登録することができました。ちなみに、リグを再生成すると、編集中のポーズは消えてしまうので、再生成の前にアセットに登録しておくことをお勧めします。以上で、Vigify のエラーの対処法、よくある問題の解決法についての解説を終了します。ご視聴いただき、ありがとうございました。